ザーロモン・ヤーダス・ゾーンは、ドイツの作曲家、合唱指揮者、音楽教師、音楽理論家、ピアニスト。シュレージエンの中心地であるブレスラウのユダヤ系家庭に生まれた。中央のドイツ語圏におけるユダヤ人解放より後に、すなわちユダヤ人に比較的寛容だった時期に生まれた世代の一人であった。地元ブレスラウで、モーリツ・ブロージヒに、 最初の音楽教育を受けた後、1848年に、フェリックス・メンデルス・ゾーンによって設立されてからまだ、数年ほどだったライプツヒ音楽院に入学。作曲を、モーリツ・ハウプトマンとエルン・ストリヒター、ユリウス・リーツに、ピアノを、イグナツ・モシェレスに指示する一方、1849年から1851年まで、バイマルにいて、フランツ・リストの個人指導を受けた。 ユダヤ人であったため、ライプツヒ音楽院の卒業生ならば、普通は就職することのできた、教会音楽家の資格を得ることができなかったが、その代わりに、ライプツヒのシナゴーグの聖歌隊や、地方のいくつかの合唱団で指揮者を務め、個人教師としても活動した。1860年代後半は、ライプツヒエウテルペン総会を指導。 1866年に合唱協会、プサルテリオンを組織。1871年に、ようやく母校ライプツヒ音楽院で職を得て、ピアノや作曲を指導するようになった。音楽教育者として卓越した名声を得るようになり、エドバルド・グリーグや、ジョージ・ホワイト・フィールド・チャドウィック、エセル・スマイス、クリスティアン・シンディング、リハルト・フランク、ズデニエク、フィビヒ、 エミール・レズニチェク、イサーク・アルベニス、ロベルト・カヤヌス、フレデリック・ディー・リアス、フェルッチョ、ブゾーニ、フェリックス・ワインガルト・ナー、セルゲイ・ボルト・キエビチ、フランコ・アルファーノ、アルフレッド・ヒル、フリアン・カリーリョ、ジーク・フリート・カルク・エーレルト、カミロ・シューマンを育成した。1887年に、ライプツィヒ大学から、名誉博士号を授与された。1880年代には、 ダンツヒ演奏協会の指揮者に就任。また、ブレーメンのフィルハーモニー合唱団並びに、ブレーメン歌劇場管弦楽団により、マルティントラウゴットの公認指揮者に任命された。その後ライプツヒに戻り、1902年に同地で没した。一般的に、ヤーダスゾーンの名とその作品があまり有名だと言えないのには、次の二つの理由が考えられる。第一に、 カール・ライネッケの存在と、第2位に19世紀後半のドイツ帝国における、反ユダヤ主義の蔓延である。ライネッケは、ヤーダス・ゾーンと、ほぼ同世代であり、幅広い活躍をした巨星であった。世界に、名だたるピアノのビルト・オーソだっただけでなく、作曲家でもあり、しかもヤーダス・ゾーンと同じライプツヒ音楽院の教授に、して、その後は院長にもなった。その上、 ライプツィヒゲバントハウス管弦楽団の指揮者でもあったのである。このような状況では、ライネッケの同僚が人目を引くのは容易ではなかった。付け加えるなら、中級世紀末までに、リヒャルトワーグナーの評価が上向きになるにつれ、ユダヤ人嫌いの評論家は、ヤーダスゾーンの作品をアカデミックで無味感想であるとのレッテルを貼り、それからというもの、このような評価が付きまとうようになった。 ヤーダスゾーンの死後にその作品は演奏されなくなり、近年になって、ようやく作品の再評価が始まった。教育者としては、厳しい授業を行う教師だったらしく、ライプチヒオン学院に留学して、ヤーダスゾーンの授業を受けた、滝連太郎は、小生のテオリーの教師プロフェッサー、ジャダスゾーン氏は70歳優予の老人にて、 自分の思いしことはポンポンとかまはず遠慮なしに言う、人にて誠に面白い人なりまたできない生徒は、ずんずんと断り追い出してしまいますと手紙に記している。140曲に上る作品は、多種多様で、ほとんど全てのジャンルを網羅しており、4つの公共曲、2つの、ピアノ競奏曲、声楽曲、そなた、歌劇、かなりの量の室内楽曲。 還元楽のためのセレナーで、二つの演奏会用助曲、合唱曲、リート、二重奏曲、宗教音楽、ピアノ曲がある。偽名、オリビエによって発表された作品も数多い。中でも、室内楽曲は、ヤーダスゾーン作品の中でも、最上の作品に数えられている。さらに、音楽理論書も編纂しており、存命中はそれらの著作が、 極めて高い評価を受けた。ヤーダスゾーンの楽曲と著作は今日すっかり忘れ去られてしまっている。音楽作曲法は各国語に翻訳され教科書として広く使われた。大砲の第一人者であったが、戦慄の美しさが作曲においては基本的に重要であるということを述べた。エビサワサトシ、タキレンタロウ。 溶接の響き P187 から189。ありがとうございます。